れた今回これは何？忍者タープ。これは忍者タープです。あ、本当。はい。なりあらゆうちゅんは一人でタープ泊みたいな感じにしてタープを張ってるそうです。どんな感じでなんかやってるか見ていきましょう。もうすごいね、いい感じに立てております。あれ、いました。寝てるのかな。なんか銀色のやつにくるまってコットンの上で寝ております。ゆうちゅん、すごいいい感じじゃん。はい。こういう張り方にしたんだ、うん、今回は。これもともとトレッキングポールっていうポールを使って立てるタープみたいで、うん、うんうん、やっぱこういうタイプは長さ調節しないといけないと。ああ、なるほどね。あまりバリエーション多く使うことはできなかった。うーん、そっかそっか。今回新しいモンベルのシラフを買ったので真冬の中のタープ泊したいと思います。いや、気温0度ですね。一応モンベルで買ったのは、ダウンの EXP っていう、なんか話によれば寒い中でも使えるということで。なるほど。はい、大丈夫？ああ、大丈夫ですよ。だけど本当にね、もう寒くていられなくなったら、うん、あのゆかりんたちが寝てるね、ノルディスクの方、うん、一応ベッドセッティングしてあるんで、はい、すぐ逃げられるようにはなっております、はい、でちょっとどんな感じなのか見せてください。はい、どうぞ入ってください。まず、うん、これ下、一番下ローコットで、ローコット、はい、なるほど。ローコットに、うん、一番上サーマレストの、その上に、うん、サーマレストのリマットの方敷いて、うん、寒さ対策しますね。それで中にシラフが入ってて、うん、それをやっぱ外で使うんで、うんうん、結露防止としてシラフカバーの SOL 社のエスケーブプロビビっていうのを使ってます。なるほど。はい、やっぱね、シラフって足元がね一番冷えやすいんで。あ、そうなんだ。だから足元に気を使ってやんなきゃいけない。だから分かった。なるほどね。マジかよ。
すごいね。これはね、ハリケーンランタンは長持ちするから日が明けるまでつけておきます。はい。マジか、本当にこれで寝んのか。ああ、もう0度切ってるぞ。だって氷点下になってきてるぞ。ああ、言うたあれがタープが結露しちゃってる。結露して下に浮きつけ落ちてくる。わ、ランタンだ。で、それでもう寝る格好？そうだよ。なるほど。これで閉めて、風に閉めなければならない。寒いと思ったらテントの中怖い？いつでも。なんか布も閉めてる。戻戻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 。最後だけ動きが早かった。できないんじゃん。やろうか。大丈夫だ。それじゃソロキャンプ行けないじゃん。あ、そうか。動きがすごいね。もうこんだけしか出てません。もう出てるところわずかです。それ正気の沙汰じゃねえ。すごいわ。熱いんだけど。熱い熱い。カイロが今ポロって。嘘。北海道が出てきました。多分これは快適に寝れます。だん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 縮こまっていく。あったかすぎて寒さわかんねえ。本当に。だけど一つだけ言わせてくれ。うん。ハリケーンランタンのはつけてる意味がない。これだ。明るさ感じない。明るさ感じない。真っ暗だから。でもまあつけておいた方がいいだろ。うん、はい、そう。うん、じゃあおやすみ、ゆうちゃん。おやすみなさい。はい。いやー、めっちゃ悔しかった。悔しかった。あのね、うん、シラフ時代あったかいんだよ。うん、シラフあったかい。あったかい。うん、でも、うん、俺好みの寝心地じゃないんだよ。背中痛い。背中痛い。うん。冬場はテントじゃないとダメだった。そう。分かった。結露が怖い。あ、結露がね。うん。確かにすごいんだ。シラフ使っててさ、結露でさ、シラフカバー使ってるけどさ。うん。心配なんだよ。高いもんな。ね。そうだよ。だんだん心配になってきて。そうだよ。なんで昨日3時で入ってきた。そうだよ、3時だったよ。3時だったの。俺分かんなかった、何時だった。3時だった。なんかパッて見たら、ゆうちゃんが出入り口のところに立ってて、で、その時に時間見たら3時ちょっと過ぎだったの。うん、でも俺も起きたよ。そう、みんな起きてた。やっぱ心配なんだよね。うん、どうした。その時に結構風が吹いてきてたんだよね。あ、そう。雨降ってなかった。それは雨なのかなと思ったの。そう、雨降ってきてな。雨降ってきて、降ったよな。強くて、うん、やっぱね、ちょっとずつね、うん、あれだよ、キャンプしなくても、うん、シラフェで寝る癖つけてもね。あー、そうだよな、うん、うんうん、いつもと違うか、ベッドと違うか慣れ。あのね、俺シラフっつうのはこう、狭いじゃない、中が。普段と体でかいから俺、閉所恐怖症だし。俺は無理だな。でも寒さは感じなかった。感じなかった。あ、耳冷て。これは確かに。